おそ松さんのへそくりウォーズ、ニートの攻防。冬だ、寒いな、ゲリラガチャだ。というわけでゲリラガチャやっていこう。今回はこちら、自転車超絶確率アップ星4確定ガチャっていうのがあるんだけど、とうとう来たね、自転車が確率アップで出るやつ。まあ持ってないやつは自転車シリーズの全員なんだけど、排出されるのはそれぞれ、着物、スイーツ、夏祭り、デート服、ギリシャ神話が 1.7%、パレード、スチームパンク、悪魔ライダーが 1.93%、紅茶が 1.96%、自転車が 0.4%、養われ手が 0.1% と、まあ、とりあえず持ってない自転車が来てほしいよね。よーし、じゃあやっていくか。1回限定無償ダイヤ600個やっていきたいと思います。さあ、どうなるんだろうな。やっぱりね。まあ、でも星を確定だからな。こういう演出も確定だよな。さあ、何が出るんだ？カラマツが出ない。1マツが多いね。4体も出てくる。じゃあ、まずはおそ松。紅茶。なるほど。チョロマツ1体目。デート服。はいはい。十四マツ1体目。悪魔ライダー、1マス1体目、パレード、1マス2体目、紅茶、1マス3体目、悪魔ライダー、1マス4体目、悪魔ライダー、1マスの悪魔ライダー、最大限界突破に達したな。で、チョロマス2体目、スイーツ、トノマツ、パレード、そしてラスト、17マス2体目、おそ松さんのへそくりウォーズ、ニートの攻防。やあみんな、おはにちばんは、たかまるかまるです。さあ、今回もね、おそ松さんのへそくりウォーズ、楽しくやっていこう。さあ、今回は、魔法少女おそ松ちゃん対おしばり大作戦、マジヤバ編やっていきたいと思います。その前にね、突撃可能キャラ、何があるのかちょっと見てみようかな。まずは、星4、最新の魔法少女パンツァーと悪魔サーファー、それから覚醒魔法少女悪魔ライダーで、星3で赤塚ロボット工業で、あと星4の6つ子のセミで、そして星3の6つ子の新品ロボクズニートでいいのかな。さあ、というわけで、ね、チームはこんな感じね。まあ全体的に星さん、まあね、赤塚ロボット工業全部入れたんだけど、まあせっかくね、このクズニートを入れるわけだから、こいつを活躍させたいよね。まず1列目、おそ松、赤塚ロボット工業、チーム内の新品ロボクズニートの能力がアップする。攻撃力と HP がかなり高い。で、その赤塚ロボット工業の隠れスキル、だから専用スキルか。チーム内の新品ロボクズニートの攻撃力がそこそこアップする。それからカラマツの赤塚ロボット工業、カラマツのは新品ロボクズニートの HP がそこそこアップする。で、それからチョロマツの赤塚ロボット工業か、チーム内の新品ロボクズニートの移動速度がそこそこアップする。で、1マツの赤塚ロボット工業、クズニートの HP がそこそこアップする。で、十四松の赤塚ロボット工業、新品ロボクズニートの攻撃力がそこそこアップする。で、二列目、トド松の赤塚ロボット工業、新品ロボクズニートの移動速度がそこそこアップする。で、それから空中要員の覚醒魔法少女おそ松、移動速度がちょっと速い。HP がちょっと高い。それから、カラマツの覚醒魔法少女。で、それと攻撃要因で、トドマツの悪魔ライダー。ちょっと離れた敵にも攻撃が届く。攻撃力がそこそこ高いが、HP が少し低い。で、ラスト、新品ロボ、クズニート。同じシリーズキャラの能力をアップさせる。HP と攻撃力がかなり高い。で、これにもね、専用スキルがあって、赤塚ロボット工業の攻撃力がちょっとアップする。それと HP がちょっとアップする。移動速度がちょっとアップする。
これはね、結構ね、強力なんじゃないかな。おそ松、十四松が攻撃力、から松と一松が HP、ちょろ松ととど松が移動速度という、それぞれアップするわけなんだけど、まあ、どれぐらい強くなんだろうな。で、アトラクションはこんな感じ。地上タイプの攻撃力がそこそこ増えるやつを2つと、あと対空タイプの攻撃力がそこそこ増える。これはクズニート専用だな。というわけで今回はこのチームでマジヤバ編やっていきたいと思います。さあやっていこう。アイテムは AP 最高。強くなるオートモードはザニートとニート砲と。いや、ちょっと待って。空中。早い。いやー、しかし、マジヤバ結構、久しぶりな感じがするな。ちょっと待って、空中。これは結構な、きついかもしんないな。おー、ちょっと待って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 、あーははははさあ、やっていこう。アイテムは AP 最高。強くなるオートモードはザニートとニート砲と。じゃあ、まずはね、空中タイプを多めに出すかな。結構早いからね、結構。それからね、空中の敵結構ね、絶え間なく出てくるからね。で、あと、ムツゴのクズニートもね、出さないとな。これ、ボイスっつうか効果音だよな、もう。さあ、地上はどうなんだろう。結構地上も強くなってる。レベル。マジヤバも久しぶりだからな。どうだろうな。お、結構クズニート強くない？いいね、赤塚ロボット工業。さあ、メガニート本発動。ちょっと、空中が安定したら地上を見出すって感じでいいかな。あー、やばいやばい。ちょっと、やられて始めたな。これザニート。さあ、どうしよう。空中と、クズニート出して、メガニート砲発動。で、一松やっぱ遅いな。さーてと、どうしよう、十四松？から松とかどうなんだろう、地上の。やっぱちょっと悪松いんの？ちょっと待って、聞いてないんだけど。待って待って待って、やばいやばいやばい。これはやばくないか。押してって、空中も、あ、ただ、無通語枠って、そうか、再出撃も時間かかる。この時の悪松の色よ。すっげえマシで、なんかメガゲンガーの色違いみたい。さあ、どうだ。あー、これはちょっと地上はきついな、これは。さあ、もう一丁やっていこう。まずはね、おそ松から松で防御固めなきゃダメだな、これは。一応地上と空中どっちも出して、で、クズニートを発動と。で、こっからトドマツあたりの攻撃要因を出すって感じでいいかな。ちょっと、チョロマツと十四松が空気になっちゃうけど。ただな、十四松、まあ、HP が高めなんだけど、AP が高いんだよな。お、いいね。ちょっと余裕があるから十四松出そっか。まず、超軽2人出して、で、悪魔ライダー。ムツゴ出しちゃったから、クズニーとか、AP ちょっとね、節約しとかないとな。一松。で、悪魔ライダーと、覚醒魔法少女。で、トド松も出して、さあ、ここでザニート発動。さっキーと比べるとすごい楽になったな。やっぱ上の兄貴2人、あ、チョロ松出しちゃった、まあいいや。上の兄貴2人防御強えな。で、一松、十四松、覚醒魔法少女。うーん、ちょっと地上やられ始めたな。
市松、おそ松から松、メガニドを発動。どうだ、ちょっととどまつ。もう出さなきゃな、攻撃が。よしよし。さあ、これザニート、悪魔どれぐらいなんだろう、耐久とか強さ。まだ空中は大丈夫だな。クズニートはまだ出さなくて大丈夫。オッケー。一松。出して。ああ、やばい、押されてる。これやばくないか。一松とトドマツ。メアニート砲発動も期待。メアニート砲、そんな効いてるかな。ちょっとやばいな。これは押されてる。もう、待って、もう。ああ、やばいやばい。さあ、やっていこう。チームとアトラクションを変えました。まずアトラクションなんだけど、地上タイプの攻撃力がそこそこ増えるやつを外して、トドマツの攻撃力がそこそこ増えるやつを入れました。で、あとチームなんだけど、悪魔ライダーのカラマツと一マツを入れて、赤塚ロボット工業のカラマツと一マツを外したっていう感じかな。カラマツ一マツのスキルで、クズニートの HP を上げるっていうのがあるんだけど、あれは正直いらないと思ってね。いくら HP が増えるとなっても、地上の敵にクズニートがやられたら一発で死ぬから意味ないなと思って。これメガニート。それだったらね、攻撃高めと、あとね、悪魔ライダーのその特徴で HP が少し低いってのがあるんだけど、やっぱり星さんの HP よりも高めなんだよね。だから、赤塚ロボット工業のカラマツは一発でやられちゃうんだけど、悪魔ライダーのカラマツは2回ぐらい耐えてくるから、そこは結構大きな違いだよな。これでなんとか行きたいんだけど、今はまあまあね、いい感じなんだけど、ここからほら出た悪魔ツ。悪魔ツが結構強いんだよな。どうしよう。上出して、基本的に地上空中の長兄2人を出して AP を稼ぐっていう感じかな。トドマツ出して一マツ。地上タイプのカラマツがね、壁役になるわけだから、ちょっと多めに出さなきゃな。あ、やばい、空中が危ない。で、クズニートも再出撃に時間がかかるから、出せるときはすぐ出しちゃわないと。これザニーと、悪魔も倒しちゃいたいけど無理かな。届かないか。よいしょ。あ、いなくなってる。よし。今のうちに進みたいな。ちょっと空中危ないな。クズニート一応2体いるけど、待って、行き過ぎてない。急げ急げ、クズニート。よし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 。いくらクズニートが対空タイプといってもさ、通り過ぎちゃう時があるからな。それがな、結構厳しいところ。そういうところもよく見ないと。一応悪魔ライダー多めに出てるんだけど、どうかな。一応最大限界突破じゃなくて、出撃、最大出撃まで行けば、とりあえずは勝てるんだけど、ザニート。ただな、覚醒魔法少女とか結構な頻度でやられるからな、空中の四銀に。ちょっと進めるようになったな。よしよし。あー、悪魔がいる。よし。よっしゃ、悪魔いなくなった。よし、今のうちに進め進め。まあ、とりあえず、こっから、トノマツ、イチマツあたりも出してって、まあ、それでもね、地上空中の長兄2人はずっと出しとくっていうのが大事だな。トノマツ、
よし、あーよし、上限まで行った。とりあえずひとまずは安心。こっからまあちょっとね、攻撃を多めに出そう。とどまつと、メガニーと、ここまでチョノマツと十四マツ、一体も出してないからな。出しとこうかな。チョノマツ、十四マツ、よしよし。多分もう出さないだろう。よーしよし。ザニート。いいねいいね。例えば、ムツゴのセミってね、ちょっと動画にはできなかったんだけど、なんだっけ、セミ並みに、なんか、早いみたいなのがあるんだけど、セミ並みって何と思って。てか、セミ松もさ、フェス松でなんか、アクリルでグッズで出たんだけど、あれもすぐなくなって、急にセミ松人気入り出たなと思って。別に夏のおそ松さんの冒頭でさ、セミ松出てきたけど、その時はまだそんな話題になってなかったのに、急激になんか人気になったよね。あれなんでなんだろう。よしよし。これ強いだろう。悪魔ライダーの一松とど松と、ロボット工業の一松で、クズニートもいると来たもんだ。よし、ここまでいればなんとかな。よし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 。いけ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 。結構気持ちいいよな、この地上と空中両方をこんなに押せてるなんて。てか敵陣地300万あるんだ。ちなみにこっちは3万。すげえな。100倍の違いもあるわ。ああ、いい、ああ、悪魔でも関係ない。削れる、削れる。いいね、これは。よし、いけるいける。よっしゃ、勝った。はあ、疲れた。4分44秒、ゾロ目。はい、というわけで、なんとかこのチームでクリアすることができました。まあね、今回のチーム、ちょっとこのクズニートにこだわりすぎたかもしんないね。まあね、このクズニートがお縛りで使えるってなったのはもう、この先しばらくないと思うから、せめてね、今だけでもね、活躍させておきたかったんだよね。てかこれアホ毛3本あるんだ。あとね、まあ、やっぱ空中のね、防御も必要だし、地上も攻撃と防御も備わなきゃいけないし、カラマツの悪魔ライダーはほんと強かった。防御面に関しても。まあね、本当はね、赤塚ロボット工業6人全員入れたかったんだけど、ちょっと難しいよね。まあ別に赤塚ロボット工業にこだわんなくても、どうだろう、悪魔ライダーと覚醒魔法少女を入れればまあ、結構楽？楽なのかな？まあでもクリアできると思うんだよな。まあ一回クリアしたし。というわけで今回は、魔法少女おそ松ちゃん対お縛り大作戦マジアバ編クリアしたよっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。